まあ僕らあれですよね、この夜間の診療ってリレーみたいな、駅伝みたいな駅伝。ものだと思うので、つないでいくことが大事なので、まあそうですね、バトンを渡すというか。はい。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は夜間診療の動物病院に密着取材。どんなことが起きるのか注目です。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。日中の診察を終えた一色動物病院、今日は午後8時から有志で参加している夜間診療の当番の日です。診察をしてもらいたい飼い主さんはまず電話で症状を伝えてもらいます。もしもし、お電話かかりました。院長の一色と申します。ワンちゃん、あ、犬ですね。はい。で、今腎臓の方の治療中でかかりつけさんで点滴などをしているということですね。動かない。なるほど。そうですね、まあ、おそらくはまあ筋力の低下とかですね、あとはやっぱり本人もしんどさがあってもうなんか動きづらいっていう状態になってるのかなというふうに思うんですよ。で、取ってないですよね。はい。となるとなかなかちょっとその夜間今うちでお受けしているような緊急疾患でっていう感じではないように思うので、やはりその場合は一日様子見て秋田以降にまたかかりつけさんで、まあ、対処してもらった方がいいような思うんですけれどもね。それですとやっぱり、まあ、脱水しないように、お水はしっかり飲ましてもらっておいた方がいいと思いますので、はい、お水飲めるようだったら本人に任せて飲んでもらってもいいですし、はい、ちょっとそれもあまり飲まないようだったらスポイトとかでですね、少しお水を口の中に入れて飲ませてもらってもいいと思うので、はい、そういう形でとりあえずまず水分が大事ですから、しっかり飲ませてあげてもらった方がいいと思います。残念ながらちょっと遠いんで、なんか今から来て急に元気になるような多分治療はできないように思うんですよね。はい、はい、申し訳ないんですけれども、はい、いえいえ、はい、お大事になさってみてください。はい、はい、すいません、どうも、はい、失礼いたします。はい、今日はどうですか。割と賑やかな方ですかね、今日は。今日普通じゃないですか。普通。まあ電話がちょこちょこっとあって、そうですね、まだ来られた感じは一件なので。あ、そっかそっか、はい。電話相談所みたいな感じ。そうですね。まあ、さっきの電話の方も、もうちょっと慢性腎不全だと思うんですけど、結構もう状態が悪くなっていて。猫ですか。いや、犬ですね。足が立たないんだけどどうしたらいいのっていう話で、まあでもうちに来てもその元気に立って歩いて帰るってわけにはいかないので、まあ、病院に来てストレス受けるよりかはお家で見てもらって、明日以降にかかりつけさんに相談してもらった方が、まあ、本人のためにはいいかなと思って、はい。それがまあ吐いたりとかね、なんかすごい苦しんでるんだったら来てもらった方がいいんですけどね、はい、そういう状態ではなさそうだったので、はい、まあ、その辺のこう見極めみたいなのも実は必要なのかもしれませんね、夜間は。はい、
その見極めができるようになるにはやっぱりいろんな、うん、まあそうですね、経験則でしょうからね、それに関しては、はい、話をよく聞いてで判断するっていうのは難しいところではあると思うんですけど、うん、まあ何でしょうか、その人とかその飼い主さんの立場に立つっていうことじゃないですかね、話聞いて自分だったらどうしてあげたいかなって思って、はい、対応した方がいいのかなと思います、はい、9時半です。9時半ですね。夜も更けてまいりました静かですね。静かですね。静かに喉が渇きました。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。お待ちくださいね。すみません。9ヶ月の保育所で女の子なんですけど、はい、今日の午後に、3、4回柔らかい便があって、はい、今ちょっとお聞きした感じでは一応、治療させてもらった方がいいかなというふうに思うんですよ。っていうのは夜中になってもっと吐き気が出てしまったりとかした場合に脱水してですね、ぐったりまたしてしまったりという可能性がありますし、はい、明日の朝までその状態がちゃんと維持できるかどうかわからないので、はい、そういう意味では今からでも来ていただいて見させてもらった方がいいように思うんですけれども、ワンちゃんを連れてきてもらうことになりました。先生、スマホゲームですか？それは何してるんですか？それはですね、夜間の診療報告を、報告をアプリで、アプリで、はい、アプリが作ってあるんですか？作ってあるんですよあるんですよね。どんな報告してるんですか？何件来たのかとか、はあ、種類は何だったとか、はあ、あとどういう 症状の人だったかとか、はい、どこの地域の人だったかとか、そういうのをこうまとめてグループ内で共有するという、はあ、どういう傾向があるんかとか、まとめ、そうでしょうね、多分まとめて、まあやってて、あとこのグループ内で、ちょっとスペシャリストの先生を講師に迎えて、そういう緊急疾患とかの、うん、そういうセミナーをしたりとか、うんうん、はい、すごい面白いんですけど、うん、まだあと1時間半ぐらいありますけど、ありますけども、一応僕の場合はまとめてすると嫌になっちゃうので途中でちょこちょこ、はい、やってます。駐車場の方はお伺いしておりますが、こちらが肩が張って大丈夫です。はい、4.48。
ュンって言う、はい、今日ですね、ちょっとあのニコワンっていうケーブルテレビの方が映っているので、はいはい、この子だけ映させてもらっていいですかね、はい、します。はい、飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるフェローグループ。はい、お預かりします。はい、まだ9ヶ月ぐらいですね。ちょっと脱水してるかもしれません。はい、水はすごく飲みました、うん、でも飲んだ後すぐ吐く感じで、はいね、はい、2回目に吐いたのがそうですね。なるほどなるほど、まあ、未消化物と、はい、でこれの前には、ね、はい、あのほぼこのご飯の状態、はい、そのまま飲むのが、はい、これぐらい目を起こしてますね。で血便ですかね、はい、こんな感じで、はい、もうポタポタと、はあ、なるほど、はあ、結構出血もあるみたいですね、はい、これこんな感じ、はあ、あのやはりですね、まあ、胃腸炎だろうと思うんですけれども、はい、あのもしかするとさらに発展して急性膵炎などを起こしている可能性もあります。で、いつも行きつけのって言いますか、あの、はい、かかりつけさんってありますかね、はい、あそしたら今日はもう応急的な処置をさせてもらって、はい、吐き気とか下痢を抑えて、あと脱水を抑えるための点滴をしておきますので、はい、明日にでもですねもう一度かかりつけさんに行っていただいて、はい、あの検査内容をしてもらった方がいいと思います、はい、うん、で胃腸炎で収まればいいんですけども、はい、もっとあの長い治療が必要になる可能性もありますので、はい、そこは注意してもらったらと思います、はい、まあ、まだちょっと動いているので大丈夫そうなんですけども、夜中とかに吐き気がまたぶり返してきて、はい、急にぐったりしてしまってもいけないので、はい、しっかり治療しておきましょう。呼吸しながらちょっと痙攣じゃないけどなんかこう震えがあるんですね、震えたり、はい、新鮮、このお腹を持ち上げて、はい、こう、あ、それはあのお腹痛い、痛みですね、うん、はい、結構痛い、まあ、そういうのがあるともしかしたらその膵炎って可能性があるので、うん、やっぱりしっかりあの明日は検査した方がいいかもしれませんね、うん、2度ぐらい、はい、このお尻の方だけちょっと持ち上げて、はい、前はこうペタッとします。それはあのスフィンクスのポーズって言って痛みを表してますね、うん、はい、こうやってその後はペタッと伏せて、はい、なんですけど、はい、ちょっと普通と違うなと思って、ね、はい、わかりました。それでこちらに移動しますね、うん、それで、はい、翌朝まで、はい、大丈夫かどうか電話をさせてもらったんです。はい、やっぱりあの来ていただいてよかったと思います、うん、これはやっぱり早めに治療しといた方がいい状況だと思いますね、うん、今日はもうこのまま何も食べさせないようにして、はいはい、お水は構いませんので、はい、飲ませてもらって、はいはい、ただあんまりガブガブ飲みすぎないようにだけ注意してください、はい、まあ、点滴すると多分喉も渇きもだいぶ収まってくると思いますので、はい、あまりガブガブ飲むことないかもしれませんけど、うん、飲みすぎるとやっぱり吐いちゃいますから、はいはい、そこは注意しておいてください。吐いた後、はい、よく飲んだんですよ。そうですよね、なんか結構脱水してるんで、いつもよりはい、いっぱい飲んで、はい、ですぐ2回目吐いて、はいですね、はい、もう胃の中でもいっぱい、さっきの写真のが、そうですね、水飲んだ後中で未消化のものと一緒に混じって吐いちゃったっていう感じですよね。でその後も結構1回飲み、はい、たくさん
一度飲みました。ですよ、ね、来られてみてどうですか。あ、安心しました、うん、いやネットでいろいろ見ると誤飲誤食してた時にそれがあの胃とか腸に詰まって腸閉塞とかだったら大きな手術をするとか出てるので食べてはないと思うけどなと思いながらでもフィルムだったから、フィルムを、うん、食べたんですか。絶対ないとは言い切れないんですけど、うん、なんかでもそれよりかは、うん、なんかその前から胃腸炎を起こしてたかもしれないですね。はい、その下痢とかしたのもその影響じゃないような気がしますね。もしかしたらですけど、はい、暑いとことかにいなかったですか。それがあの、お湯の中ですかね、涼しいとこですかね。今日、午前中はクーラーつけてなかったので、はい、あ、そうですか。もしかしたら熱中症に近い状態かもしれないです。あ、そうですか、はい、そういうのから始まることも結構あるんですよ、はい、特に。あと、あの暑いので水たくさん飲んで、それがやっぱりあの胃腸障害を起こしてとか、そういうこともありますし。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと、首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部、桜井動物クリニックは、猫ワンを応援しています。猫ワン、抗生剤とあと吐き気止め、はい、それからちょっと腸の動きを抑える薬とかですね、はい、あと、痛み止めですね、こういったものを注射していきますね。はい、大丈夫です。お尻の方ちょっと痛いですよ、猫さん、うん、最後これ痛み止めです。はい、OK です。はい、で、まあ、吐き気はね、この注射の後、しばらくしたら止まってきますので、はい、あの大丈夫だと思いますし、あの本人もだいぶ楽になってくると思います、はい、痛みも引いてくると思います。で、さっきも言ったように、明日、ちょっと、うん、あの井出先生のところに一度、はい、あの井出先生行ってあげて、あ、もらいに行ってあげてください。はい。はい、あの、じゃ、多分検査してもらえると思うので、はい。はい、ちょっと様子の確認させてもらった方がいいと思います、ね。はい。はい。よいしょ。ワンちゃんも飼い主さんもお疲れ様でした。先生、11時です。11時ですね、はい、終わりました。終わりました。はい、いかがでしたか。あ、そうですね、なかなか今日はぼちぼちこう濃厚な濃厚な、まあ、うん、こんなもんかなっていう感じ。あ、そうなんですね。はい、うーん、まあね、まあ、でも今日はまあやっぱり来てもらって治療させてもらってよかったかなって思う子が2人来ましたね。はい、ですね、やっぱりほっとくとちょっと辛かっただろうという、はい、思いますし、ワンちゃんの気持ちになってるんですね。そうですね、ワンちゃんの気持ちと飼い主さんの気持ちと両方なって、うん、はい、やっぱり、うん、
なんとか力になれればねいいかなと思ってやってるのでよかったです先生日中も力になって夜も力になってまた明日も力になって日中はあれですけどね夜はもう本当にこうどこの病院の患者さんもでも受け入れるっていう感じなのでそういう意味ではちょっとまた別な、はい、感覚というか、うん、はありますけど、まあ、やってることは大体一緒なんですけどね、はい、やっぱりなんかなんていうんですかね、うん、自分の病院だけのことを考えてしまうといけないっていうか、やっぱり地域のことも考えて、うん、みんなが動物飼ってる人がとか動物たちみんなが幸せになれるようにしていく活動だと思うので。はい、こうやりがいがあるというか、うん、はい、うん、なんか違ったこう意味合いがありそうだなと自分では思ってるんですけど、はい、お疲れ様でした、はいはい、あ、お疲れ様でした、あ、今お疲れ様でしたまた明日も頑張ってください、はい、なんなら1時間ぐらい遅れてきてもいいよ大丈夫気をつけて、はい、気をつけてね、うん、先生はこの後どうされるんですか。片付けて帰ります。帰って何するんですか。帰って寝ますよ。寝るんです。明日は何時出勤ですか。明日は出勤7時半ぐらいですか。うわ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。失礼します。失礼します。長い1日が終わりました。お疲れ様でした。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。日本ケアドッグ協会はナチュラルケアドッグアカデミーとして新しく生まれ変わりました。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなど自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフを過ごせるようお手伝いします。ナチュラルケアドッグアカデミー。猫ワン。Thank you.
ネコワン。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。